こんにちは、エスコン魂です。いつも動画をご視聴いただき本当にありがとうございます。すみません、ここで一つお詫びしなければいけないことがあります。先ほどこちらの動画を出したのですが、すいません、テロップと音声がちょっと手違いでずれてしまっていたようで、一回公開をストップさせていただきました。今修正をしているところです。明日の朝再修正したものをあげたいと思いますので、まだ見ていない方はぜひそちらをご覧ください。明日は噂投手と松本剛選手のトークバトルの内容もアップしたいと思っていますので、ぜひそちらもご覧ください。そちらはしっかりズレがないように何回もチェックしたいと思いますので、よろしくお願いします。で、この映像なんですけど、 F フェスの最中に新庄監督がサプライズで写真撮影会に参加した時の様子です。写真撮影会にはどなたが出るかわからなかったんですけども、なんと新庄監督がサプライズで参加。しかも写真を撮っていただけるのとは別にサインももらっていました。めちゃくちゃ羨ましかったですね。というかちょっと思ったんですけど、この新庄監督ジョニー・デップに似てませんか？こちら、でもなんかジョニー・デップに寄せてると言っても過言ではない感じですよね。いや、めちゃくちゃジョニー・デップに似てるなと思って、いや出てきた時にいや誰かに似てるなと思ったんですけど、めちゃくちゃジョニー・デップに似てるなと思って、なんだろうな、50歳になって渋みとか出てきたんですかね。めちゃくちゃダンディーな感じしますけども、このビッグオスシート、いやビッグオスタワーかにも乗ることができて、新庄監督とも写真撮影ができる、さらにサインももらえる、めちゃくちゃ嬉しいですね。そしてグランドにも立てるという、いやーマジで当たった方は一生の思い出になったでしょうね。そして結構ここビジョンで放映されていたので嬉しかったですよね。5分ぐらい私撮ってたんですけど、もしこの場面に遭遇していて動画とか撮れてなかったっていう方いらっしゃったら、まあぜひこちら見ていただいて、あ、こんな感じで映ってたんだなって確認していただければと思います。これもしかしたら子供メインの写真撮影会の当選メンバーなのかもしれませんね。見ていると子供さんと、まあ、親御さんもいれば親御さんって感じだったんで、どうやら子供向けの写真撮影会なのかな。まあいずれにしても当たった方はおめでとうございますですよね。ところで、まあ F フェスが終わって、まあ、秋季キャンプも終わって、まあ、選手の人は納会とか終わってゴルフとかもやってたみたいなんですけど、私の今後の予定としてはちょっと週末にシーズンシートのオーナーさんのパーティーがあるんですよね。そちらに申し込んで一応行くことにしているので、まあ、そちらを楽しんで、まあ、ディナーショーっていうのかな、選手がいてトークショーして、でご飯が食べられるっぽいんですけど、そちらをそちらに参加する予定です。まあ、楽しみですね。でまあこれから、まあ、トークショーとか結構あるみたいで、それこそ北広島でもなんかトークショーとかあるみたいなので、まあ、そちらも行けたらいいなと思いつつっていうような感じですかね。で最終的に12月24日はクリスマス会とかもエスコンであるみたいなので、そちらも参加したいと思っています。シーズンが終了してもエスコンというかファイターズは本当にこう内容盛りだくさんでいろいろなイベントがあるので楽しみが尽きないです。はい、という感じで、新庄監督、はい、まあという感じで、ジョニー・デップっぽい新庄監督の映像を見ながら、まあ、ちょっと雑談風な感じの動画を撮りました。まあメインはすいません、先ほど上げた動画をちょっと一旦非公開にしていますということです。また明日も動画を出しますので楽しみにしていてください。以上です。